何やめて何か嫌だ安定のクルーンだなと思って我ながらね。うわあ美味しそう。なんだっけ、宮崎辛麺。何が当たったの。なんで当たったんだろう。なんか何何突然当たった。あ、なんかペイペイのやつ。ペイペイのやつ。あ、へえ。なんかペイペイのくじみたいなのがメール来て、はいはいはい、当たりますって言ってやったら当たったの。嘘です。いいよそういう。嘘じゃねえし。嫌なやつは本当に。うわ、うまそう。もういいですか。いいですよ。いただきます。いただきます。いただきます。宮崎辛麺ですね。お腹すきました。お腹すいたね。辛い、辛い。え、ああ、うんうんうん。辛い。裏湯入れよ。あ、うん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 。あ、そんな辛くない。そんな辛くないね。え、俺はちょうどいいわ。これくらいの辛さが。オッケーオッケー。うん。うん。うまっ。あ、美味しい。これはうまいわ。なんか大阪王将の宮崎辛麺なんだってこれ。それが当たったの。あ、いいね。行ったことないね。うん。行ってみたいのよ。大阪王将。大阪王将。ね、東高円寺。と、あと桜台にある。あるんだ。うん。え、大阪王将とさ、餃子の王将が違うの？違うよ。何？お店が違うの、うん、会社が違うの。え、会社違うんじゃない。へえ。え、あえて変える理由なくない？名前を。うん。確かに。なんでそんな似たような名前にしたんだろうね。わからない。なんか今日辛いもの尽くしたね。そうだね。うん。うんうんうん。うまーい。ねえねえ、どうした？大丈夫？熱い。熱いね。ご飯が熱い。ご飯が、もういいってば。いつまで言ってんのよ。いつまで言ってんのよ。いいやんけ。普通だし。なんなのそのか弱いアピール。か弱いのよ。水。え、うまっ。うまいね。うまいけど。うん。ちょっと辛さ足りないの俺。ああ。しょうちゃんはね、あれ、辛いやつかけない。ああ、それそれそれ。あ、でも、たくちゃんに、こういうイメージ。なんか、本場のやつ。ああ、確かにね。確かにね。うん。いいから、そんな、引っかからなくて。俺が噛んだことに対して。たくちゃんに言ってくれる。誰みたいな。誰の話してんのと思って。なかったよね、だろ。あ、美味しい。うん。わ、めっちゃ汗かく。うーん、美味しい。うまいわ。あ、幸せ。美味しいもの食べてるときってほんと幸せだよね。まあね。うん。あぶね。うん。また翔太に増やされるとこだった。何がよ。なんか咳込むとさ、すんげえ怒られるから。しょうがねえじゃんってすっげえ思うけど。はいはい、そうやってね。何敵を作りたいんですか僕の。はいはい。僕の悪い印象をいっぱい与えて。そういう感じですか。いいですよ。敵なんてできないんですよ。うん。いいですよ、もう。じゃあ、さ、なんかさ、電車とかでもさ、うるさい咳する人いるじゃん。あ、いるいる。この人。この人なんですよ、実は。世間の電車で咳うるさい人は全てこの人です。うん、代表してるから、俺が。うん。なんでよ。そんなことないよ。道とか歩いててもすごいでかいくしゃみするから、おばさんとかみたいなあったよね、前ね。え、あったあったよ、ね、分かんない。そうそうそう、すれ違いざまにね、おばあちゃんがね、ああびっくりしたとかね。あった。あ、ごめんなさいってあったよ。それはね、ほんと申し訳ないことした。そんなびっくりするしたんでしょうね。するか。もちまるの散歩とかしててさ、うん、くしゃみめっちゃ大きいのやってる人がいたらさ、はいはい、もうすんごい俺を責め立ててくるよね。
あんたと一緒っつって。ほらね、はいはい。何、そういう、そうやって、俺の株を下げようっていうキャンペーンですか、今。翔ちゃんのお株を下げようキャンペーン。いいよね。なんか優しい人の方がいいじゃん、そんなん言ったらね。何でもあんまり優しすぎる人はつまらないよね。うん。なんかさ、そういう時にもさ、ちょっとなんか、いじり合える方がさ、楽しいじゃん。うん、そうそう。YouTube とかでもいるでしょうね。てかまあ俳優さんとかでもさ、うん、優しい人。うんうんうん。いやほんともう、仮面を剥ぎ取りたいわなと思う。本当に普段からそうなの？そんなことないと思うよ。なんかある程度ずうずうしくないとやっていけなさそうじゃん。芸能界とか。あそうねそうねそうね。あのさ、うん、それこそ YouTube とかでさ、うん、まあドッキリとかで、うん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 。なんか彼女の、うん。が待ち合わせから現れなくてずっと待ってるみたいな。うん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 。で、なんか平気で1時間2時間とか待つのよ。本当だよとか思って。うんうん、ああ。心配だったとか言うのよ。いや、俺待つよ。場所による。場所による。今、俺待つよ。すんごいスルーしたよ。いやいや、あんたはね。うん。俺待つよ。どんぐらい？昔本当に2時間くらい待たされたことある。やだ。過去過去。絶対もう。あ、でも、なんか居酒屋だったから、一人で飲んでた。まあまあ、それはいいよね。すんげー飲んでた。全然来ねえから。うん。まあ、翔太の話じゃないよ。翔ちゃんじゃないよ。うんうんうん。いや、俺待たない。待たないよ。うん。でもあれよ。この間すっごい連絡するけどね。ああ、今どこ、ね、みたいな。そうね、そうね、そうね。うん、何してんの？なんで返事ないのとか。はいはい。めっちゃ言っちゃう。はいはいはい。まあでも待たせてんだからそれくらいされてもね、いいよね。そうよね。うん、あ、確かに。あれ作してんのに。そこから入ったのか。かわいい。かわいい。てか足りる？足りる。足りる？うん。もう足り、あんたは足りるか。俺はもうちょっと、お腹溜まってきてるよ。ええー。キャベツの浅漬けあるよ。うん。うん。いいよ、後で何か作ってあげるよ。熱い。うん。熱いんですけど。うん。お風呂入ったのにもう、汗が。あ、でも、うん。そのお風呂に入った後の汗に関しては、うん。汚い汗じゃないのよ。あ、そうなの？そう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 。だから、粒とかでかいた汗とかは、うん。いろんなホコリとかついてる汗だから。あ、まあまあ、そうね。汚いけど、うん、お風呂で、浴びたって出てくる汗に関しては、うん、汚いものではない汗だから。大丈夫。大丈夫。あった。足りないです。なんか、あっさりだ、じゃない。え、そうかね。そんなことないよ。もうお米残ってないんだっけ？お米はない。残ってたらね、これにお米入れて雑炊にしたら美味しかったかもしれない。いや、そういう系じゃないんだよね。別にそんな、なんか、揚げ物とか。揚げ物ね。あ、ポテトあるよ、ポテト。あ、ポテトね。うんうん。あと、ポテトやってあげよう。ありがとう、ありがとう。やってあげようかじゃないもん。ポテトは翔ちゃんの。なんでやってよ。めんどくさいじゃん、油。いいの？それで、やってくれたら、あんたの株価上がるよ。大丈夫。そこで上がらなくていいから。うん。いや、辛いのとさ、ビールマジで合うよね。そう、わかる。うん、だからちょっと失敗してる。うん。赤ワインね。ちょっと進まないワインが。そうよ。うん、ちょっと失敗してる俺。ビール飲めばいいじゃん。まあ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 。やっぱ洋風だね。洋風じゃない。洋食食べるときのワインよね。うん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 。そうね。うん。美味しい。美味しい。なあ、あっさりしてんね。そうね。うん。食べやすい。すごく。うんうん。俺お腹いっぱい。嘘。嘘。本当に？本当。俺もう食べない。いやだ、食べる。ゆっくり食べる。はい。食べないのね。で、こうしてあげて。そうね。ありるけど。足りないんですけど。パスタ？え？米食って、麺食って、パスタ？いいんじゃない？いいかな。うん。食べなさい。いいと思うよ。まあ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 。あげねえかな、俺の。いらないよ、別に。絶対今狙ってたじゃん。なんか最近気になってることは。最近気になってることは。ああ、じゃないの。最近気になってること、うん、最近気になってること。政治家のお金問題。
真面目か。てかずっと流れてんじゃんって。いやまあそうね。見えるよね。うん。あんたは最近気になってること。うん。最近気になってることかー。特に。何が面白いんだよ。何が面白いんだよ。何も気になってない。うん、だから何も気になってないって言ったら嘘だけど、はい、大した話ねえんだよな。ないよね。ニュースとか見てても。まあまあ。まあある意味平和なんじゃない？ならば。一生大谷翔平祝福されてるよ。わかる。ね。毎日さ、うん、大谷翔平のさ、ニュースやってんじゃん。他にないの？まあ、すごいことなんだろうけどさ。すごいこと？活躍が。あ、まあまあまあ、そうね。まあほら、ご結婚もされたしさ。あ、はい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 。何？大谷翔平ロスってどういうこと？うん、大谷翔平と結婚できると思ってたんだと思って。思ってたのね。ね。確かにね。うん。俺は思わん。だってさ、ニュースでさ、うん、大谷翔平が結婚して出演したからみたいな感じでさ、言ってた言ってた、休み取ってる人とかいたじゃん。嘘なんじゃないの？嘘だよね。結婚発表されて、うん、もうなんか会社休んで、うん、で髪を切ってちょっとみたいな。ああ、でもなんか、うん、すごい笑顔で喋ってたよね。ああ、何言ってんだって。いやいいと思うけどね。いいそれで休めるんだったのね。うん。うん。で、なんだっけ？慰安旅行じゃなくてなんだっけ？昇進旅行。昇進旅行。うん。てかさ、昇進旅行もよ、行ける？あんた、俺は何かしてなきゃ。うん。だって考えるじゃん、いろいろ。そうね。日常を送ってた方が良くない？うん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 。確かに確かに。考えたくないもん、だって。失恋した時とかね。失恋した時のことなのかさ。うん。そういうもんなの？どうなの？わかんないけど。怒んの。なんか普通に仕事してるのが一番気が紛れそうね。そうだよね。そう。まあ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 、でも、本当に身につかないのかもね。あー、まあまあ、仕事がね。うん、うん、で。それで休めるんだったらね、すごいいい環境にいるよね。まあね。うん。うん。大谷翔平。何？いや、出会いたかったの、大谷翔平と俺。ここにいたわ。出会いたかった。出会ったところでじゃん。じゃあ、ちょっとスポーツマン好きなのよ。あ、じゃあ、その、あの、あれよ。別に性的じゃなくて、まあ、性的も含まれるけど。あ、まあ、そりゃそうなんだけど。そりゃそうそりゃそうなんだけど。そう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 、メンタル面として。あー。ちょっと取材とかしたい。これ、吉田沙織に会いたいってずっと言ってない？あ、言ってる。やっぱり、うん、俺らが考えられないぐらいな、うん、多分メンタルの持ち主たちじゃん。そう、ね。スポーツマンって。うんうんうん。ちょっと話聞きたいなっていうのはすごく思う。あー、ほんと？耐えられる。ポジティブなことばっかり言われてさ。わかんないけどね。わかんないけど。うん、わかる。うん、そう。うん、いやー、わかんないけど。でも、うん、精神論みたいなさ、スポーツ選手とかさ、あ、そういうのも大事じゃん。やっぱ精神を鍛えてないと、みたいな。耐えられる。どうかな。でもね、うん、でも、なんか俺ら料理さ、美味しいと思ってんじゃん。思ってる。で、本当にどんどんなんか上手くなってきてる気がすんの。あ、本当。で、それは自分で美味しいって言い聞かせてる部分もある。まあまあまあ。かなって思ってて。でもそれが上達してる、あれならば、まあ理にかなってるというか。あ、まあそうよね。で、ポジティブなことを言い続けたら本当に美味しいものを作る人になってたみたいな感じもある気はするのよ。確かに。最近。自分で言っちゃってるからさ、うん、誰かしらにやっぱ食べてもらうときにさ、そうそうそう、より頑張ろうと思う。あ、そう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 。だからまあそういう意味ではなんかポジティブに言っとけばいいのかなって思うけどね。うん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 。まあそうもいかないか。あ、それでうまくいく場合もある。うんうんうん、うん、そうじゃない場合もある。結局な。不安とかを拭い去るものはもう経験でしかないから、まあなんか受験勉強とか頑張った人とかを、なんか当日不安になると思うんだけど、うん、頭いい人が言ってたのは、なんかやっぱり勉強の量、うん、もうやりきった。ってぐらい、それしかないみたいなのね。ああ。打ち勝つものって。やっぱり、うん、やり続けたことって努力しかないからさ。確かにね。うん。自分の中で、あそこ、手抜いちゃったなとかさ。ああ、そうね。やりきれてないなっていう部分があるから不安になるんだもんね。うん。そうそうそう。うん。わかるわ。
ちゃんと前もってしっかり準備ができてればさ、うん、そんなに不安に陥らないよね。あれなんだって、しかもさ、悩んでることとかっていうのは大体まだ起こってないことなんだって。悩む理由なんてないのよ、本当は。ああ。起こりもしないことに悩むのよ。確かに。かもしれない。あ、そう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 。うん、で、大体起こらないもんなのよ。うん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 。でもあれじゃん、翔ちゃん、飛行機とかはさ、うん、ちょっと嫌がるじゃん。飛行機ね、ちょっと嫌だかも。うん。落ちるかもしれない。いや、そうね、極力乗りたくないみたいなさ。乗りたくないけど、うん、落ちないから、めったにはね。でもたまーに落ちるからね、それが。いや、怖いわー、もう。だってさ、うん、救われないじゃん、どうやっても。いや、そんなことないよ。どういうことよ。救われた事故とかもあるじゃん。いやいやいや、ね、まあまあ、そういう話はやめる。そうなの？そう、救われないっていうのは、だから逃げ場がないからさ。ああ、まあ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 、そうね、空だしね。そういうこと、そういうこと。でも乗り物って結構そうよね。逃げ場ないよね。でも電車だったら行けんじゃね？電車行ける？わからん。動いてる時はもう、結局、逃げ場ないよ、うんうん。そうそう。昨日マジで、翔ちゃんなんか、はい、寝る前に、はい、くしゃみと鼻水と。あ、ほんと？辛そうだった。あれだ。覚えてねえんだけどな。酔いすぎた。あ、うん、私今。あ、ほんと？働くの信号。口癖なんだよね。いやもう。やめて？何が？そういう口癖にするの。あ、よくないね。ポジティブでいこう。そういう。働くのは楽しい？嘘じゃんだってそんな。嘘よ。